どうも、大ちゃんです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。実は、Twitter、Instagram、TikTok と活動の幅を広げております。概要欄にも URL が掲載してあるので、よかったらフォローの方お願いします。というわけで、今回なんですけれども、長年噂されてきたゴジラ対ガメラが1970年の大阪万博で実現していたのではという件について、ちょっと話したいと思います。ゴジラとガメラが共演していたというこの噂なんですが、結論から申し上げると事実でした。ただ、こちら側が思い描いていたような、ゴジラとガメラが戦うということを強く押し出した一大イベントというわけではなく、着ぐるみショーの企画の一つで、万博の開催期間中は1日3回実施されるはずだったものが、夜の部の1回だけ行われたそうで、鑑賞者も昼間よりは少なかったとのことで、これが現在写真などが存在していない理由なようです。この件に関しては、俺のチャンネルのリスナーさんが、ゴジラのスーツアクターを担当されてきた中島春夫さんの書籍である怪獣人生に一部内容が記載されているものを抜粋して提供してくださったので、そこを少しだけ紹介しますね。著書の中で中島さんは、大阪万博といえば僕も言ったんだよ、ゴジラ役でさ、怪獣ショーをやるんだけど、どうも素人同然のアクターばっかりでうまくいってないって言うんでね。国家行事だから安いギャラで頼むって話だったんだ。10日ばかり出張して立ち回りをやったね。場所は万博のお祭り広場だった。相手はなんとガメラでさ、お互いに反対側から出て取っ組み合うんだけど、あんまり広いんで広場の真ん中で出会うまでにえらい時間がかかるの。歩いている時間の方が長かったんじゃないかな。まず僕がガメラにぶつかってやられたふりをして転んで、それから起き上がって向こうを跳ね飛ばしてね。1日3回って話だったんだけど、結局は夜の1回だけになって、自分にとっちゃ良かったね。司会は大村コンさんで、ぬいぐるみに入っているのは藤田誠さんの劇団の若い衆だったね、と語っており、具体的なショーの流れや配役にまで言及してくれているんですよね。中島さん以外にも、このショーに関わった人の証言も存在しており、ゴジラとガメラ以外にも、ゴロザウルス、ミニラ、スペースギャオス、ジャイガーが登場して、脚本なしでランダムにお祭り広場に登場して取っ組み合ったりする様子をショーとして上演していたそうです。今背景で流している写真がその当時のショーの様子で、ゴジラとゴロザウルスとスペースギャオスが同じ場所にいることが確認できますよね。行われていた、行われていないという論争から色々な噂まで物議を醸し出していた万博におけるゴジラ対ガメラの対決は、着ぐるみショーとして実際に行われていたけれど、1日1回夜の部のみで、とても貴重なものであり、他の怪獣も複数登場するお祭りイベントの一つだったってことが、このゴジラ対ガメラの噂の真相でした。1970年の万博のイベントではただの着ぐるみショーだったゴジラ対ガメラですが、未だに映画として実現してほしいという声が多くありますよね。今年はアニメでガメラが復活して、ゴジラも新作映画が公開されます。この二つが盛り上がって怪獣映画の需要が高まれば、別々の会社が権利を保有する日本の二大ホラーアイコンが共演する貞子 VS かや子が制作された前例もありますんで、ゴジラ対ガメラという夢のカードが実現できる可能性は上がってくるかもしれませんね。まだまだ話したいけど、とりあえず今日はここまで。見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価よろしくね。Got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly.